まずはロドリゲスペニアをお届けしたいと思います。それからタンゴエマとのコンサートは昨年もあったんですけれども、神戸の主神館というところで、はい、11月23日ですねの3時からありますので、また皆さんよろしかったらぜひおいでください。それではロドリゲスペニアをお届けいたします。